中継ぎの皆さん、今日もヒヤヒヤでしたが、ありがとうございました。はい、どうも、メントスコアと、ナダルでございます。本日もね、DeNA の振り返りの動画を撮っていきたいなというふうには思います。交流戦始まりましてね、オリックス戦勝ち越しできました。続きましてね、パリーグの本拠地に乗り込んで、楽天との3連戦の初戦だったんですけども、結果申しますと6対7で勝つことができました。いやいや、これで交流戦早くも3勝目でございます。いつぞやのね、交流戦をね、の時と勝ち星が同じく早くも並びましたっていう感じのゲームだったんですけどもね、相手その拠地でね、しかも楽天相手にね、こんな試合で勝てることができたので、いよいよ交流戦本物ちゃいますかって感じの試合だったんですけども、いや、素晴らしすぎますね。もう完璧ではないですね。なんですけども、もう素晴らしいゲームだったのではないでしょうか。ということでね、いつも通り選手たちの活躍というものを見ていきたいなというふうには思います。選手たちの活躍はこんな風になっております。はいね、今日は指名打者でね、外選手を入れてきてね、センターには上田選手、ファーストには山下選手を入れてきました。そうですね、上田選手ね、昨日はね、大活躍だったんですけども、やっぱりムラがひどいですね。今日も3三振で全くいいところがありませんでした。正直やっぱ安定感がね、やっぱ一番バッターなので欲しいですよね。爆発した時はね、非常にね、リードオフマンとしても最高な活躍をしてくれるんですけどもね、こうやっぱムラがあるとね、リードオフマンとしてはね、下位打線なら全然いいんですけどね、使いにくくやっぱなってきますよね。ちょっと難しいかなというふうには思います。今日地味にね、今日ファーストで山下選手をね、入れてきたんですけども、まあ DH、正直オーシン選手を DH に入れて、今日楠本選手とね、細川選手を昇格したので、どちらかを使うのかなというのは個人的には考えていたんですけども、まさかのまあ DH は外選手ということで、ファーストは山下選手を起用してきて、すごいこの山下選手ね、結果的に見れば1安打しかしていないんですけども、非常にいい働きをしてくれたなというふうには思います。唯一の1安打もね、山田選手の逆転スリーランにつなぐ、連打でのヒット、しかも途中でもね、12球かなんかかな、粘り粘ってという場面がね、あったので、非常に今日は攻撃面でいいアプローチをしていたなというふうには思います。なんといっても今日素晴らしかったのが山田選手のホームランですよね。いやー、あのホームランもたまりませんでしたね。正直ね、山田選手回ってきてどうなのかなという部分もあったんですけどもね、打率こそはね、ちょっとずつ上がってきてるとはいえね、やっぱ得点圏打率すごいですね。4割はね、超えているんですけどもね、もう、主砲のような、もうスリーランホームランだったので、本当に文句のつけようがございませんという感じの、ホームランでした。途中出場選手はね、楠本選手の打席のみだったんですけども、楠本選手、非常にいいセンター前のヒットを打ちましたね。2軍でもサイクルヒットを、ね、達成したということで、非常にいい状態で上がってきたんですけども、今後のね、代打陣のやっぱね、手薄というものがありますので、そこに期待したいなというところと、明日以降、全然 DH もね、ありますので、スタメン起用あるのかなというふうには思ってます。投手リレーの方なんですけどね、本当にね、担ぎ、このままじゃ持たないです。本当、死んでしまいますっていう感じなんですけどもね。まあ今日は坂本選手ね、久しぶりの登板だったので、正直仕方ない部分もあるかなというふうには思います。そのな仕方ない部分もあるんですけどもね、連日のね、もう連投ですので、勝ち系統の選手、本当に非常に危ないです。エスコバー選手ね、山崎選手、三島選手、すべてピンチ。胃薬がね、本当に大必須な打撃にね、必要になってきたので、ちょっとね、困ったなって感じですよね。せっかく調子が上がってきたので、中継ぎ陣のやっぱ疲労というものが非常に気になります。本当心配です。ということでね、最後にメントスカドコ選手を決めまして、上場が終わっていきたいなというふうには思います。今日のメントスカドコ選手は、ハドフォー。山田選手に上げていきたいなというふうには思います。メントス獲得おめでとうございます。はいね、今日はね、こんな感じで終わっていきましょう。今日勝つことができたんですけどもね、相手はね、もう世界でね、活躍しました田中将大選手が先発ピッチャーでございます。その選手相手にね、一体ね、好調の今打線が何点取れるのかというのをね、ちょっと見物で見ていきたいなというふうには思っています。はいね、今日もね、こんな感じで終わっていきましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではお疲れ様でした。さあ、バイバイ、交流戦優勝敵はすぐ目の前だ。大いなる都市燃やせ。響け、我の魂、輝ける未来へ。かっ飛ばせ、大和。